うもこんにちは、寿司屋のサイドメニュー、杏仁豆腐です。どうしたのみっちゃん。あ、こんにちは、京子です。ちょっとオープン主の真似してみたくて。そういうのは録画外でしておこう。ってことで改めてこんにちは、ミスティアです。今回は前回ボロクソにされたダンジョンに行こうと思うよ。今は食料も武器も不足してるから色々見つかるといいね。ってことでカット。このイラストはカルト様が描いてくださいました。マイクラのスキン、スプラのイカちゃん、さらにゴリラなど、いつも動画を見てくれてることがすごく伝わってきて、すごく嬉しかったです。イラストありがとうございました。あ、そういえば今回新しいモッドとか入れたんだ。なんていうモッドなの？読み方合ってるかわかんないけど、モークリーチャーズっていうやつだよ。いろんな動物とか虫とか追加されるモッドなんだよね。なるほどね。じゃあそのうち動物園でも作りたいね。お、それいいね。お、早速いましたね。あ、うん、みんな何も見てないよね。見てない見てない。まあ気を取り直しまして、これがハチさんですね。リアルで見たら怖いですけど、マイクラだとなんか可愛いですね。と、飛んでったり。しないよね。みっちゃんにだけ飛んで行ったりして、勘弁してください。でもみっちゃんスズメなんだからハチくらい抱きしちゃいけるでしょ。いやいや、いけるかわかんないけど抱きしちゃ行きたくないよ。針とか刺さったらやだし。あ、確かにそれあるかも。っていうか抱きしとか結構グロいからやめよう。なんか飛んでるね。あれなんだろう。英語を読む限りコオロギかな。コオロギってこんなに羽ばたくっけ。わかんね。なんだかんだで着いたね。よっしゃ突撃じゃ。敵、いなくない？前回どこまで進んだのか覚えて。ないよ、バカ野郎。ねえ、シーン短すぎてどこまでかもわからなかった。なんてこったい。とりあえず戦闘の準備だけしておこう。え、頭だけ？頭だけ？と、もだけ？やめなさい。そういやここって結構床綺麗だよね。こういう感じのクッキーあるよね。あるねえ。そういや最近クッキー食べてないや。その割にお菓子はいっぱい食べてるけどね。うるさいです。さて、2階に着いたね。覗き方すごくチキン。あんたが言うか。なんだろデジャブ。よし、じゃあまずはチェストを漁ろうか。すごい泥棒感。何を今さら。なんか、しょっぱいっていうよりお腹いっぱい。まあ食料は不足してたしいいんじゃない？まあね、じゃあ安全に運びたいしここは一回戻れば。もう一回だけ上がりたい。いやいや、敵いるかもしれないんだよ。まあ最近マイクラのサーバーで遊んで少しだけど戦う能力はつけたからきっと大丈夫。悪うござんした。だから言ったじゃの行こう。その後なんだかんだで取り戻した。これは鍋衣さんからいただきました。やっぱりニトリちゃん可愛いですね。お菓子まで送っていただいて嬉しいです。画面突っかえて撮れなかったけど。おい、うぷ主、お前バレンタインデーっていつだか知ってるか。2月14日です。紹介遅いんだよ、ハゲ。次はどうするの？さっきのダンジョンでもいいんだけど、毎回村を探してるのに見つからないから今回は本気で探してみようかなってね。ほほう、いいねいいね。ついでに新しいモッドの動物とか紹介していけるといいね。今回やっと木狼らしい木狼できたから頑張らなくちゃね。だね、魚とかもいるみたいだからそれも見ていけるといいね。さて、この辺を見る限り村なんてなさそうだな。じゃあ進路変えようよ。この先行ったらある気がするんだよね。あ、あそこにいるのは、お、だ、毒が痛いです。毒とか食らったりもするんだね。そりゃだもんね。とりあえず、また村を探すし、ここで気合でも入れるとしますか。おお、違う違う、目の前にはだいるんだよ。おお、まっすぐ歩いてたら草原が出てきたよ。お、キツネがいるね。目がちょっと怖いね。時折見せる京子ちゃんの怒り方の方が怖いから大丈夫だよ。私こんなんじゃない。あ、下見て、お、あれは、私の同志じゃないか。かわいいね。このチュンチュンって声もかわいいね。持ってるクッキーあげたら食べるかな。あ、早速村探してない気がす。気にしない気にしない。この辺の地形ならあってもおかしくないんだけどね。あ、あんなところにまた動物が。これはアライグマだね。アライグマって凶暴なんだっけ。なんかそんなこと聞いたことはあるね。とりあえずほら、クッキー食べる？そのおばちゃんのアメちゃん食べる？みたいな聞き方なんなんだ。この子マジでクッキー食べたんだけど、っていうかクッキーで手なずけられるってまたすごい。アライグマは食べ物なら何でもいいらしいよ。そうだったのね。とりあえずこの子の名前はタヌキチにしておきましょうか。この子アライグマだよ。突っ込むとこそこじゃないだろ。ってことで早速この子と一緒にお散歩しましょう。イエイエイ。まあついでに村見つけることができたらいいや。結局今回も見つからずに続くのであった。とりあえずほら、行くぞタヌキチ。本当にそれでいいのか。ほらほらクッキーあげるから早くおいで。村探さなきゃなかったことにするんじゃない。さあ結構遠くにまで来たかな。お、ゾウがいるね。さすがゾウ。
でかい。そういえば象とかに乗ることってできるのかな。さあ、ウプ主知ってる？子供の頃から手名付けていれば乗ることができるみたいだね。あ、じゃあこの子はダメか。残念。そのうち象に乗って旅できたら楽しそうだね。お、あれはビッグキャット？大きい猫？多分これはロウだね。理由は？なんとなくです。ありがとうございました。お、おお、あ、あれはついに村を見つけることができました。いやはや、このシリーズも始まってすでにパート5になり、やっとこさですよ。ちょっとのんびりしすぎたからね。まあまあ細かいところは置いておきまして、早速食料とチェストの中身を話し合いでいただきましょう。この辺に次長はいらなかったのか。次長って何ですか？あ、この子外に出したら危ない子だ。取引内容はいい感じだね。まあまずは村人さんに挨拶しよう。そうだね。どうもこんにちは。はいはい、こんにちは。それでは作物いただきますね。は？いやいや、言い訳ないじゃん。食料なんなんです。助けてください。気のせいかな。重くそクッキー見えるんだけど。わかった、ちょっとね、ちょっとだけだからね。親切な村人さんから食料をいただいたところで、もうちょっと探索しましょうか。あれ、そういえばここ鍵屋あった。あ、そういえば見てないな。まあ次はおそらく後々使用すると思うので、本をお借りしに行きましょうかね。あら村人さん、こんにちは。ちょっと気になんで主なんて出してるの？まあ気にしないでくださいね。いやいや、めっちゃ気になるわ。言うなれば来週のアニメの内容くらい気になるわ。ということで今回の冒険は大成功ですね。今回は食料がいっぱい集まったね。次回の内容はまだ考えてないし、次やるときにいろいろ考えよっか。そうだね。それでは今回はこれにて終了。ご視聴ありがとうございました。次回までゆっくり待っていてね。キラキラしてるのめっちゃ気になった。それ私も思った。